どうも、なおちんです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は最強キャラが完成したので、使っていきましょう。シャンクスです。ウタは俺の娘だ。まずは、成長の海図ですね。ダウンロードコンテンツキャラの、シャンクスとウタとコビー、すべて 100% まで上げてます。そして、新しく追加されました、魂の海図の2。これもすべて 100% まで上げてます。ステータスレベルはすべて27まで上がってますね。そしてスキルですけども、新しく、5個かな、追加されてますけども、これの検証は、今後やっていきます。攻撃に必要そうなやつは特になさそうですけども、この有頂天は意外と良さそう。そして、スキルスロットが2つ拡張されました。今つけてるスキルですけども、起死回生の力、地上攻撃強化、特殊技強化、本気バースト強化、ヒーローの力、獅子奮迅、昇破となってます。行きましょう。それでは、行きましょう。HP 赤まで減らしてから行きます。元のステータスが結構アップしたので、これ赤まで減らすと多分やばい火力になるんですよね。いや、さすがにやっぱ HP が高くなってるので減らない。まだ赤にならないか。やっぱ赤にしないとちょっと倍率がね、上がりきれてない。いや、多分上がりきれてない状態でも全然余裕で勝てるとは思うんですよ。全然余裕でいけるはず。 OK、 いきましょう。多分必殺技一戦でいけるんじゃない。ああ、ドフラミンゴは向こうにいるわ。おお、ちょっと待って。すげえ範囲だな。すっごい範囲だな。オッケー、よし、オッケー。ああ、ローが本気になった。もうで、シャンクスの、いや、通常攻撃強えな。あの、覇気のまとい方が2段階あるんだよね。2段階あって、最初の一発目で剣が赤くなって、で、もう1段階で体から、覇気が漏れ出すようになるんですよね。常にこの覇気2段階目を、維持して戦っていくと良さそう。で、チャージ6が超高火力。チャージ7か。チャージ7がやばいですよね。 OK。あ、終わり。上に上がってた。よし。で、チャージじゃないや、覇気の溜め方も結構簡単なので、すぐに溜めていった方がいいです。チャージ攻撃をした後に、すぐに攻撃を入れれば覇気が溜まるので、それで OK。これ本気バーストせずにいけるかな。なんかいけそうな気もするけどね。本気バーストなしで、行ってみましょう。 OK。 あ、いや、本気バーストできるわ。行きます。これ間違いなく一撃で倒せるもんね。強すぎる。で、これでゲージを、もうちょっと早く貯めれるようになるともっと強いんでしょうけども、まあ、それはちょっと有頂天がどういう感じかっていうのを見たいよね。おいおいおい、強すぎるやろ。新スキル有頂天、あれは使いタイプが今までね、ちょっと不遇だったので、使いタイプの救済みたいなスキルになってそうな気はするんですけどね。どうなんだろうね。ちょっとそれの検証はまた今度やっていきます。どうなってくるんでしょうか。 OK。 まだか。この話が長いとなかなか先に進まない。 OK。 親子喧嘩の途中なんだ。速攻で倒していく。多分一撃でいける。あー、攻撃力アップは切れちゃったけど問題なし。
のその先を。あれ片栗も行ってる？行ってるのか。行ってんだね。うっそ、反対側向いてる。まあいいや。いやいや、反対側向いててもこのダメージかい。反対向いてても全然余裕だった。うん。オッケー。ここでゲージ貯めていきたい。もうゲージ貯めはこのチャージに、これも一気にいけるんで。おお、岩ちゃんもいる。の恩人とはいえ、サボどこにいるの？サボが、あー見当たらないね。エースはいたんだけど。新時代のおいおい、全員行った？全員倒したっぽいな。強すぎるっしょ。 OK、お前に任せておけば全部倒してるわ。間違いはなさそうだ。で最後は、本気バーストして一気に行けばいいでしょう。親子喧嘩の途中なんだ。行きまーす。ちょっと待って、みんなが集まったところで行きたいよね。いや、全然集まってなかった。あ、でもミホーク倒した。で、残りはシャンクスのみ。いけはしないけども倒せましたね。強っ。はい、6分42秒33、今回は特殊技特化で行ったんですけども、地上攻撃特化で行くともうちょっと早く行けそうですね。通常攻撃がめちゃくちゃ強いので、それだけで戦っていけそうです。あとはあれだね、最初の HP を赤まで減らす作業、あれをどれだけ早くするか、それでクリアタイムがだいぶ変わってくると思います。はい、ということで今日は最強キャラの紹介でした。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。